よ、タコちゃん。元気だった？あ、久しぶり。元気だよ。最近まあ、推しの現場なくて、ピエンだけどね。現場？あれ、おタコちゃんの推しって警察官かなんかだったっけ？違うよ、ひーちゃん。推しに会える場所を現場って言うんだよ。なるほどね。このようにおたこちゃんはひよたの私にはわからないオタク用語をバンバンじゃんじゃん使ってくる。大丈夫かな、ちゃんと理解できるかな。そういえば最近私も暇だからおすすめされてたハイアンドロー見てみたよ。嬉しい。何見た？ザム？レレ？ザワ？ん？何のまじないかけた？誰でした？おたこちゃんが好きなさ、あのランページの確かボーカル、ザワ、あれマジでよかったよね。カズマくん優勝してたしね。なんかの大会だったっけ、あの映画。しかもホクちゃんも金髪だったし、マジで尊かった。尊いって人間にも活用できるんだね。え、あれ推し以外に何に使うの？ちょっと待ってね。ヘイシリー、尊い意味教えて。尊いとはある事柄について価値が高い、身分が高いことを示す形容詞。めっちゃ使い方合ってる。オタクってさ、やっぱ案外頭いいよね、いろんな意味でね。ねえ、ひーちゃんは誰推しだった？やっぱり主役だった人かな。お、この間千社札出てたから今度あげるよ。千社札？どっかの神社とか行ったの？まあお守り的な感じかな。そうなんだ。お守りとかもらっちゃって大丈夫な感じかな？大丈夫、調子乗って50枚買っちゃったから。50枚？強欲すぎんか？神様怒ってないかな？大丈夫大丈夫、これを機にひーちゃんにも沼入りしてほしくてさ。やだよ、沼ドロドロでしょ。うん、ドロッ片足入ったら逃げられないし、覗き込んだら引きずり込まれるよ。マジでやだよ。なんでよ、一緒にかまされようよ。沼でかまされるの？どんな拷問なの？そういうのが売りのグループなの？まあ LDH は大体そうかな。みんななんかかまされにライブ行ってるようなもんだから。怖いよー、 LDH 怖いよー。そんなこと言わないでさ、最近仲良かったオタクが他界しちゃったんだよ。他界？急にシビアじゃん。まあなんか急だったし、そろそろ他界するわみたいな感じで言ってくれてたら、こっちもさ心の準備とかできてたんだけど。できるか。止めてあげて。まあ止めたけどもう手遅れだったよね。なんか病気とかだったの？まあもともとリアコしてて辛かったらしくて。うん、リアコ初めて聞いた病名だな。推しの武者修行もね一緒に回ってたくらいだったし、まあ相当こじらせてたかなっては思ってたんだけどさ。武者修行？どんな苦行？でもまあ会おうと思えば会えるしね。え、おたこちゃんってそういう感じのパワーとか持ってる感じなんだ。いやいや、一昨日も普通に2人でカフェ行ってきたよ。うっそ。どうやってこう、なんだろう、召喚するの？召喚ってまあ LINE とかで普通に遊ぼうっていう感じで言うかな。あ、今そんな手軽な感じなんだ。マカロン食べながらさ、私も他界しちゃおっかなみたいな感じで喋ってた。軽いな、命が軽いんだよな。まあぶっちゃけその友達にもこっちの界隈楽しいよみたいな感じで言われててさ、なんかちょっと惹かれちゃったとこはあるよね。悪霊だよそれ、絶対お祓いした方がいいよ。でもまあそろそろかなって感じる時もあるし。いや落ち着いて、落ち着いて話そう。なんか、まあ、辛いこととかあったの？まあ、特別なんかあったわけとかではないんだけど、なんとなくかな。ダメだよそんなの、私おたこちゃんの推しのファンになるから。あ、同ファンだけは無理です。なんでだよ。はい、というわけで久しぶりの寸劇だったんですけれども、いかがだったでしょうか。今回も前回と同じような感じでオタクとヒヨタの会話を台本書いてね寸劇してみたんですけれども、オタク用語ってやっぱさ、オタクの中でしか通じないみたいなとこあるので、共感してくれる面もあったのかなって思います。またね、オタク用語ですれ違っちゃうオタクとヒヨタコントみたいなのもちょっとシリーズ化していけたらいいなと思ってるので、まあぜひぜひこんなオタク用語使ったら通じなかったみたいなのがあればコメント欄とかに書いてくれたら次回の参考にしたいなと思います。まあみんながこう笑ってくれたり、学校とかお友達とかの話のネタになればいいなと思っているんですけれども、楽しんでくれたら嬉しいなと思います。それではチョコバナーでした。バイバーイ。